こんにちは。こんにちは。ゴーゴー倫理の時間です。この番組は宜野湾市倫理法人会の提供でお送りいたします。毎週金曜日のこの時間、リスナーさん一人一人が幸せな人生を送れるよう気づきやヒントをお伝えしていく番組でございます。本日は FM 宜野湾山内一人でお送りします。会長はね、本日ちょっと忙しいということなので、本日は お休みということで、僕一人でお送りしていくゴーゴー倫理でございます。皆さん、この後ですね1時半まで、生放送でお送りしますので最後までお付き合いよろしくお願いいたします。さあ8月に入って最初の金曜日でございますが、台風が近づいていて、朝はですね青空も見えたんですが、今は、曇り空、かなり曇ってきましたね。ちょっとね雨もちらちら降っているみたいで、台風らしくなってきましたね。風もね、強くなってきました。後ほどね台風情報などなどもお伝えしていきながらこの番組進めていきたいと思います。宜野湾ヒルズ通りFM 宜野湾のスタジオから生放送でこの後1時半までお送りするゴーゴー倫理。番組前半はですね職場の教養より本日のお話紹介します。そして後半から、今日はですね先週に引き続き後継者倫理塾の話、そしてそんな感じですね。そして、宜野湾市倫理法人会からのお知らせもあります。この番組ではメッセージ募集しております。メールアドレスが797@fmginoan.com 797@fmginoan.com、また FM 宜野湾ではインターネットにてサイマル放送を行っております。スマホでも聞くことができますよ。アプリリスラジオをダウンロードしていただいたらいつでもどこでもスマホでこのラジオを楽しむことができます。またユーストリームとツイキャスで映像と音声をネット配信しております。 FM 宜野湾のホームページから簡単にご視聴することができますので、皆様こちらもですねチェックしてみてください。お気軽にコメント等々、送ってきてください。よろしくお願いします。それでは、8月4日午後倫理スタートです。さあ本日のオープニングナンバームーでファイナルソング。困った時のファイナルソングですな。
お送りしたのはムーでファイナルソングでした。さあ時刻は1時7分を回ったところでございます。お送りしている番組ゴーゴー倫理でございます。この番組は宜野湾市倫理法人会の提供でお送りいたしております。お相手は FM 宜野湾の山内です。よろしくお願いします。さてさて、この時間はですね、職場の教養より本日のお話をお伝えしていきます。8月4日金曜日、本日のお話タイトルが表裏一体ということですね。表裏一体どういうことでしょうか。日々の生活は生い立ちも考え方も違う人との関わり合いで成り立っています。それだけに違う感覚を持った相手の態度や言動が気になるもの。制作部で働く S さんは数年来デスクを並べて働く M さんに、資料の完成度が低い、毎日大きな声で雑談をして仕事が進まないと不満を抱いていました。次第に M さんのやることなすことすべてが不快に思えてきて、一緒に働くことが憂鬱になってきました。しかし同僚は、 M さんは私が失敗しても大丈夫大丈夫とおおらかに受け止めてくれるから安心して接することができると言います。また別の同僚は、いつも明るく大きな声の M さんを見ていると元気が出るよと言って、互いに協力し合って仕事を進めています。自分にとっては不快な所作や言動も、別の人にはそこが長所と映っていることがあります。誰にでもプラス面とマイナス面が表裏一体で存在しているとすれば、表と裏を分けるのは自分の受け取り方一つでしょう。いい話ですね。今日も、今日の心がけ、受け止め方を変えてみましょう。今日の心がけ、受け止め方を変えてみましょうとのことです。これはありますよね。自分にとってちょっと嫌だな、この人のここ嫌だなって思うところが見えたら、それが気になり始めて、さらには、別のことまで気になって、最後にはやることなすこと全部気に入らないってなってしまう。ありますよね。ただ、ここでね言っているのは、それは本当に自分の受け止め方次第じゃないのっていうことですね。それありますか。ありますよね。このね、立場が違えばっていうのもあるんですよ。例えば同僚だとこんな風に感じるけど、ずっとね隣で仕事をしてたら大概の人が嫌にならないかな。どうなんだろう。これがね、例えばあまり四六時中接してない相手だと、そこが長所になったりしますよね。またずっと一緒にいた人だと、やっぱそれが見えてきて、どうしてもね、うわ嫌だなとかって思っちゃいますけども、それが、離れたりすればうまくいくとか、これね絶対あるんですよね。夫婦とか恋人とかね、友達同士でうまくいっていて、じゃあ付き合いましたと、そしたら途端にうまくいかなくなるとかね。で友達に戻ったらまたうまくいくみたいなこともありますよね。夫婦でもそうだと思います。あっち嫌だなこっち嫌だなっていう面ばっかり見えれてきますが、特にね結婚生活長くなると。ただ、その一方、これ多分この人とは友達でなればうまくいきそうだなとか、そういったこともあります。まあちょっとね本文とはずれていますが、立場によっても変わるんじゃないかなと思いますね。だから思い切って立場を変えてみるとか、嫌だなと思った人のずっとそばにいる意味もないですからね。
ちょっと変えてみると、たまに会ったりしたら、あ、この人とってもいい感じじゃんって再発見するとかね。まあでもね、今日の心がけに全部こう集約されていますよ。受け止め方を変える、要するにこの人のここが嫌な面だなと思ったのは全部自分の受け止め方ということですよね。これもうね、この嫌な面とかだけじゃなくて、ほとんどの物事がそうなのかなと、倫理ではそのように教えてる節もありますからね。全部自分の受け止め方なんですよね。この大変だと思う気持ちもそうだし、何か壁にぶち当たった時に、どう考えるか、どう捉えるかっていうのもその人の受け止め方次第というところもありますからね。僕のその知っている人は、倫理によって一番何が変わったかっていうとですね、その恐れがなくなったと。結局怖いなって思うのも、やっけーだな、なんだなって思うのも全部自分の受け止め方次第だよって言ってましたね。なるほどと。非常にいい、ことだなと思いました。だから受け止め方次第ですね。やっぱね、そのようにして自分の器を大きくしていきたいなと思います。僕もね、やっぱりね、部下とかが失敗とかすると、ん？またか？とか、ちょっとね、気に入らない行動が続けば、またか？とか、はい、じゃあ、どんなやつ注意するか、なんつって考えたりしますが、どうなんでしょうか。そういうことではないのかもしれません。ちょっと受け止め方を変えてみるというのも必要かもしれないですね。ちょっとやってみたいと思います。本日のお話、表裏一体、今日の心がけは受け止め方を変えてみましょうでした。さあ、お送りしておりますゴーゴーリンリの時間でございます。ですね、本日沖縄地方ですね、台風が近づいてきております。雨がね、結構強くなってきましたね。風はね、若干収まったり強くなったりという感じなんですが、雨が強くなってきました。この FM ギノアンのスタジオ、チャタンとかが一望できるんですけど、海が、曇り空が広がっていて、窓ガラスには雨が打ちつけていますね。さあ、気になる台風情報をここでお伝えしたいと思います。強い台風5号、ルノ、ノルーだ、ノルーでございますが、現在奄美大島の東およそ150キロのとこにあります。進行方向は西にゆっくり進んでいるとのことです。中心気圧が950ヘクトパスカル、中心付近の最大風速が40メートル、瞬間最大風速が60メートルとなっています。予報円では、5日
明日ですね、明日には奄美大島を直撃しそうな雰囲気です。奄美大島を、暴風域に巻き込みそうな感じですね。ですね、沖縄では本島北部が、強風域に入るかなというとこでございます。かすめていきますね。そこまで影響はないかと思われます。って言ってる間に今太陽が出ていますね。やっぱりね、この風が上空強いですので、雲も流されたりして、いろんなこの今日ね、変な天気というか荒れた天気になっていくんではないでしょうか。台風情報ですが、皆さん一応はね、とりあえずだからって言って油断しないで気をつけていただきたいですね。さあ本日の後半ですが、万人幸福のしおりというものがあります。これは倫理法人会、まあ家庭倫理もそうかな、倫理に入ったらですね、もらえるこの本、教読本みたいな感じなんですけど、その一節、これね、万人幸福のしおりっていうのは17条からできていて、この17条を、実践すれば幸せになれますよと、みんなすべからくね、幸せになれるよというのを記した本でございます。でその中からもうね、一番最初、序章紹介していきたいと思います。万人の希望、楽しく暮らしたい、幸福に生きたい、これは万人の希望であります。今までそれができたでしょうか。きっとできるというはっきりした望みが持てるでしょうか。我が国はかつて君主国だと威張った時期もありました。それが一度戦争に負けて後の乱れようはどうでしょう。みっともなさは目も当たられません。闇や半ば公然と行われ、少々の罪悪にはビクビクしなくなりました。泥棒など誰も怪しまなくなりました。民族が一度嘘つきの味を知り、泥棒の癖がつけば、良いこと、正義を守るとか、働きを飛ぶとか、そういった正しい人はなくなって、アヘン中毒にかかった人のように次第に深みに落ちて、滅びの道をたどるほかない。こんな時、やれ道義を守れ、などと叫んだとて、誰が耳を傾けましょう。正直者が馬鹿を見る、道徳を守ったところで幸福になれる見込みはないとみんな思っているからです。それは道義と幸福に対する一般常識も倫理学者の学説も先日詰めれば次のように考えている。良い人、正しい人が幸福になり、悪い人、不正な人が不幸になる。間違えば罰を受けるというように、人生はそうあってほしいとみんな思っている。しかし世の中はそうなってない。正しい人は正しいために、良い人は道徳を守るために、かえって苦難の一生を送らねばならぬ。これは歴史上にたくさんの実例がある、ということですね。ここまで押し詰まってきた世の中に、どうしたならば方向を変わさせることができるのか。その道はただ一つ、守れば幸福になり、外れればきっと不幸になるという新しい暮らし道を打ち立てることということで、倫理が出来上がったということですね。僕もですね、全然この倫理とかっていうのに当初興味がなかったんですよ。うちの嫁のお母さんが家庭倫理というのをやっていてですね、お母さん曰く、引っ込み思案だった私が非常にこう前向きになれたということだったんですよ。確かに嫁のお母さん見てたらすごいアクティブで、行動的でですね、で、なんていうんですかね、そのあんまり悪く捉えないんですよね、人の、ことを。今僕同居してるんですけど、全然このなんていうんですかね、喧嘩になったことがないですね。嫁とはしょっちゅう喧嘩してますけど、お母さんね、僕じゃないですよ。いがみ合うとか
なんていうのかな、マイナスの感情になったことがないですね。これ不思議だなと。やっぱりこれは、嫁のお母さんがですね、すごいよくできた人だからかなと思ったりします。で、やっぱね、そういうのを見ていくうちに、別に僕もねそういうのに興味があったわけではないんですが、そのやっぱ周りの人見ていると素晴らしい人がやっぱいっぱいいるなということで、ちょっとはね興味はあったんですが、ただやっぱりこの経営者になってからですね、倫理に入ったのはあるきっかけで入ったんですけども、その入ってこの周りの人々が非常によくできている人というか素晴らしい人なんですよ。なのでやっぱりこの教えというのはすごいいいものではないかと考えて、番組もやらせてもらうようになって、よりそれを実感しております。さっきのね捉え方の問題もあります。結局人生、自分の人生というのは自分が主役ですから、やりたいことをやって楽しく生きるというのがやはり一番なのかなと。もちろんやりたいことばっかりやるっていうのはないですよね。やりたいことのためには嫌なこともやらないといけない。だけどそれが嫌なこととして捉えるかどうかというのは自分次第なのかなという感じがします。皆さんぜひですね、ちょっと少しでも興味があれば、モーニングセミナーというのにまずは行ってみてください。ですね、宜野湾市倫理法人会では毎週月曜日モーニングセミナーを行っております。来週月曜日ですね。そして8月7日月曜日、朝早いんですよ。朝6時からカルチャーリゾートフェストーネで行われますが、行ったらね本当に爽快な気分になります。本当にためになるし、いい話が聞けますので、お気軽に参加してください。もちろん無料ですので、8月7日月曜日がですね、オリジンコーポレーションマネージャー永田健作さんの、お話、テーマがダメな人材などいないというテーマです。ダメな人材などいない。オリジンといえば、お笑いあるいは役者のね集団でございますが、そのマネージャーの、セミナーでございます。ぜひですね、本当聞きやすいと思います。永田健作さん若いですしね、本当に柔らかい今風な意見が聞けるんじゃないかなと。ダメな人材などいないということですので、ぜひ興味がある方参加してください。皆さん優しいですからね、本当喜んで受け入れてくれますので、ぜひよろしくお願いします。ゴーゴー倫理番組以上となります。最後までお付き合いしていただきありがとうございました。本日のお相手は FM 宜野湾の山内でした。この番組は宜野湾市倫理法人会の提供でお送りいたしました。それでは皆さん、また来週、さよなら。ナイト、正式名称何でしたっけ？いや、FM 講座ナイト。今日あれして告知。